今年こそサステイナブル。あー、新しい年でございますよ。はい、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。私の今年の目標でもあるサステイナブルということで、今回はスーパーゲストに来てもらって、ココさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。じゃあ、ココちゃんについては後でじっくりと、自己紹介をお伺いしてみたいと思います、はい。サステイナブルって多分今みんな結構ね、聞くようになってる言葉だと思うんだけど、うん、結構なんかこう一部の意識高い系のおしゃれな人がなんかやってることでしょうみたいな風に思ってる方も結構いるのかなっていう風に、うん、思うんですけども、実はもう違うんですよ。違うんです。結構こう世界はもうどうやって今後100年、200年こう地球上で人が継続的に生きられるかっていうのを、もうみんなもうね、真剣に考えてるような状況になってきてる。ね、残念ながらもしかしたら日本では世界的から見、ね、世界的に見るとなんかこう危機感がそんなにないちょっと気がするし、うんうん、なんかメディアで情報もらって SDGs、SDGs って聞くけど、実際何なの?みたいな思ってる人が多いのかなってなんかちょっと思いますね。うん、なんか前にグレタちゃんのビデオを作ったことがあったんだけど、やっぱりあれでもその、まあグレタはじゃあ暖房使わないで暮らせよとか、まあそういう話もちょっと出てきたりとかもしてるんだけど、まあそのグレタがどうのこうのとかいう話じゃなくて、あれ、もう本当にこう、地球全体の話なので、本当自分ごとのことなんだけどね。うん、まあ今回はそのサステイナブル先進国ってまあ北欧とかは言われてるんだけど、実際にどうなのかっていうことをご紹介したいんですね。うん、で、今日ご登場、ご登壇いただいたココちゃんはそのサステイナブルっていうことに結構特化している人なんで。一緒に、ココちゃんと一緒に、サステイナブルっていうのを今回と次回かな、うん、2回にわたって、考えてみたいと思います。うん、だから今、国のね、経済とか生活の中心になってる大人、私たち大人にこそ大事なことなので、ぜひ今日は最後まで見てみてください。うん、では、ココさんについて。はい。こんにちは。お邪魔します。YouTuber でもね、あってもしかしたらご存知の方も、たくさんいらっしゃるかもしれないんですけど、じゃあまあ、名前、職業、在住歴、家族構成お願いします。はい。ココ・エングストロームと申します。スウェーデン在住歴は、通算6年、もうすぐ7年目になります。で、仕事は、普段、意外といるんですけど。意外といるんです。そうで、普段仕事は、スウェーデンの会社の会社員をしているんですけれども、それのマーケティング部ですね。でも今は、子供を授かりまして、育休をしています。育休中です。うん、で、YouTuber と名乗れるほどではないんですけれども、小さな、YouTube チャンネルと、あとインスタをやって、サステナブルな、ライフスタイルをここから発信したいなと思って、しています。うん、YouTube チャンネルの名前は、ココのなんだっけ、北欧サステイナブルライフ。サステイナブルライフですね、はい。めっちゃサステイナブルライフです。わかりやすい。めっちゃ勉強になる、みんな。いやいや、スウェーデンの生活が絶対サステイナブルってわけじゃないと思うんですけれども、うん、ここにいるとやっぱり勉強できる、学ぶことがすごく多いので、うん、その学んだことを一緒にシェアできたらいいな、というふうに思って、うん、チャンネルを細々とやっております。うん、概要欄にチャンネルリンクをつけておくので、ぜひ見てみてください。ありがとうございます。で、家族構成は、夫と今、生後、もうすぐ7ヶ月の娘と、あと保護猫のセプさんと、1匹3人暮らしです。ねえ、すごいね、猫ちゃんとベイビー。そうですね。そうですね。みんなガールズなので、夫だけが。ねえ、その辺のなんかこう、育児ネタとかもまた面白いよね。またその辺もね、別の、また別の話がやってくる。ね、育休取ったとかね、どういう。そうそうそう。はい。またそしたら登場してください。はい。じゃあどうしてスウェーデンに来た?はい、もう10年くらい前になるんですけれども、オーストラリアに留学をしてたんですよね。交換留学を。で、学生の時に。うんうん、そこで今の夫に出会って、それで、スウェーデンに来ることにはなったんですけど、でそれで、まあ、来るんだったら、大学院に行きたいなと思って、うんうんうん、でそしたら、万が一別れても。そんな風に考えてた万が一別れても後悔しないだろうなと思って、こっちに。ああ、なんか目的があってくるなってこと。そうです、そうです。で、大学院に行くことにしたのがきっかけでスウェーデンに来ました。ね、だって遠距離されてたわけですよね。だからね、思い切った移住だった。大学院は教育学を。じゃあマーケティングとはちょっと違うんですか?そうなんです。違
面白い。今の前の前職教育系の会社だったので、そうなんですけど、そういうのに興味があって、面白い。勉強してました。え、じゃあもう、ほんと育児系ですよ。じゃあこれから楽しみだよね。子供と一緒にそのスウェーデンのね、教育システムを体験して。そうですね、すごく楽しみ。では、スウェーデンのここが好き嫌い。はい。好きなところは、まあ、好きというか、税金が高いのもあんまり好きではないんですけど、でも、好きなのところは、やっぱりその恩恵が受けられる。うん、それこそ、例えばこっちに移住したての時は、語学学校に無料で通えたりとか、うん、子育てをする上で、出産も無料だし、うん、まあ、保育園、ダーギーズに、入れるのも、少しはお金かかりますけど、ほぼ無料。うん、あと、大学まで基本的には無料っていうのは、やっぱり、高額な税金を払ってるから、うん、得られるものだなっていう、こう、恩恵が身に染みて感じて受け入れてるっていうのが分かるのがいいですね。確かになんかスウェーデン人が多分ね、25% の消費税とかでも文句言わないのはもう本当受けてるっていうのは、もう実感できるからだよね。でもこのペイスリップ、お給料、給料明細見るとき、おぉってなるじゃない。そうそう。ペイパーペルーしかもその、詳細出ない。いつも、なんか、タックスでガンって取られて、おぉみたいな。いや、だけどそれ、自営業とかひどいよ。そうそう、もう。なんか、会社もね、だって30%ぐらい払ってるじゃない会社が。あ、会社で。そう、見えないところで払ってる。ああ、もうそれ自分で払ってたらもうなんか、わあ、見てないでももう。もう見てない。見てない。嫌いなところは、長くて暗い冬ですね。なるほどね。やっぱそうだね。私北海道出身なので。え、そうなの？なので、寒さ、札幌です。え、そうなの？どっちの父もです。何今？雪とか、寒さに関しては別にね、全然平気なんですけど、暗さ、そして長い。これはちょっと、もうしんどいですね。やっぱ北海道に比べても全然長いですか？全然違います。全然違う。だからビタミン D 取って、ジム行って運動して、で乗り切るって感じです。スウェーデンでびっくりすることってありますか？びっくりすることは、平等がこう浸透しているっていうところなんですけど、なんでかっていうと、まあ男女平等っていうのもあるんですけど、たまたまお店に入ったらグレタちゃんが、買い物してて、とか散歩そこら辺で散歩してて、何回かすれ違ってるんですよ。で、普通に誰も何も気にしない。そうそうそう。あれだけの有名人なの。とか、あと前、以前、だいぶ前なんですけど、カフェでお茶してフィーカしてた時に、スッて誰か女性が入ってきたんですよね。で、あの人知ってるの見たことあるなって思ったら、ビクトリア皇太子、プリンセスだった。姫、カフェ名入ってきたと思って。マジですごいね、それ。で、その時もう何年も前なんですけど、うん、スウェーデン人の友達なんて少なかったから、あれ、誰か知ってる友達かなとかって思ったら、プリンセスだったっていう。そう。でも、そこにいた、お客さん、誰も微動だにしないんですよ。写真も撮らないし、声もかけないし、彼女の、プライベートの時間を尊重してる。っていうのが、私はもう本当に感動して。なるほどね。そういった意味でも平等だね。そこが平等だなっていうふうにすごく思ったんですよね。なるほど。警備の人とかもなんかわかんない。あ、そう、警備の人はいました。そう、後ろからとどって入ってきたけど、普通でした。じゃあ、どうしてサステナブルに興味を持ったんですか？実は、小学生の頃から、こうなんか、地球に優しくっていう言葉がすごく違和感があったんですよね。こういうマークのやつ。こういうマークのやつ。地球をこう抱っこしてるような。抱っこしてるやつね。それが、ジャポニカ学習帳ってあるじゃないですか、小学生のやつ。懐かしい。緑のやつ。あれの、裏表紙が、開いたところにこう、いろいろ書いてあるんですけど、そこにビートたけしさんの言葉があって、で、地球は優しくされなくたって、氷河期も経験してきたし、なんてこっちゃない、みたいな言葉があって、スッと入ってきたんですよ。まあ確かにって。なんかこう、地球自体は、まあ温暖化だろうが、まあ氷河期があろうが、別に関係ないと。ただ人間が生きづらくなっていくだけなんだっていう、その、地球に優しくなんて地球としては別にどうでもいい。それは人間に優しくなんだっていう。なるほど。なんかそういうようなことがあって、あ、スッとこう納得したんですよね。なんか人間がこう優しくするんじゃなくて、自分たちのためにやらなきゃいけないな、みたいな。ここにこう、スッと、なんか納得したの、うん。なるほどね。地球に優しくするとか、そういうんじゃなくて、うん、もう自分たちが生きたいがために優しくしろってことですね。そうそうそう。ああ、なるほど。なんかそれがまずあっ
って、うん、で、スウェーデンにこう引っ越してきて、SDG 先進国って言われるんですけど、うん、で、大学院のあの会話の中でも SDGs のことがもう出てきてたし、うん、あと友達と話したりとかするときも、やっぱり会話に上ってくるし、うん、あとニュースでも出てるし、すごくその、サステイナブルに生きる生き方とは、みたいなことがこう、ナチュラルに入ってくるようになってきて、うん、で、あ、そっか、やっぱり、あの、優しくなんて言ってる場合じゃなくって、やっぱ自分たちがどうやって生きていくか、どうやってこれからも持続して生きていけるかっていうのがテーマなんだなっていうふうにこう、なってきて、自然と、うん、あの、どんどん興味が湧いてきたっていう感じですかね。うん、え、じゃあ、スウェーデンに来てから興味が出たって感じ？オーストラリアとか。あ、その時はあんまり、うん、なんかそういう言葉はあんまりなかったですね。うん、普通にいっぱいいろいろ買い物とかもしてたし、全然あの普通の20代を過ごしてました。いや、はい。なるほど。まあだけどここにただ住んでるだけで、ほんとね、よく入ってくるし、なんかそう、興味持たないってことはあんまりできない気がする。そうだね。で、なんかそれがやっぱり、なんか我慢しなきゃいけないとかじゃなくって、あ、この新しい商品楽しそうとか美味しそうとかって言って、こう、楽しく結構ワクワク取り入れられるようなものがいっぱいあるなっていうのが感じて、で、今楽しんで、あの、できればライフシフトしたいなと思ってやってますね。なるほど。あと、ここに住んでると、なんか、損しないために生きれば、サステイナブルに生きられる？なんか、前まとめた気がするけど。例えば、この、アルミ缶のリサイクルとか、もう払ってるからリサイクル。そう、お買い物した時点でもうお金取られてるから、返さなきゃ損みたいな。そうそう。デポジット制ね。そうそう。エコのものの方が安かったりするね。だから、安いもの買ったらもう、自動的にエコだったみたいなとかね。馴染んでますよね。そう。スウェーデンで暮らして、その、サステイナブルな暮らしをしやすい。と思いますか？思います。思います。本当に。まあ、お二人も今ね、お話ししてたみたいに、やっぱりこう、すごく馴染んでるなって、生活に根付いてるなっていうのも思いますし、あと、研究者にちゃんと耳を傾ける国だなっていうふうに感じるんですけれども。好きだよね、なんかデータとかエビデンスが、とにかく。さすがノーベル賞みたいな、やる国みたいな思いますけど、やっぱり気候危機が深刻化してるっていうふうに分かった時点で、あの、制度を、国の制度を整え始めて、もうそれが30年ぐらい、やっぱり続いてると。それは何かというと、例えばさっき言ってたリサイクルだったりとか、プラントベース、あの動物性じゃない植物性の、あの商品がたくさんあるとか、そういうのが出てきたりとかっていうのが、やっぱり認識がこう浸透、すでにもう30年前から始まってるから、してるっていうような、それサステナブルな生活が取れるベースがもう整っているような感じを、やっぱり、あの、住んでて感じますね。早いよね。30年前って1990年、うん、そうですね。それくらい。そうだね。全然、サステイナブルのことは話題に多分出てなかったかな、日本だったら。あとはなんかそういう、こう、なんだろうね、クリーンな政治っていうか、その、癒着とかが少ないから、うん、例えば何かこう、そういう方向に行きたいって、そういうふうに、決まったら、こう、やりやすいっていうのもあるかもしれないね。なんか大企業の、その、根回しとか、こう、忖度とか、なんかこう、やらない。ロビー活動とか。しなくても、なんかこう、いいと思う方に、研究結果に基づいていいと思う方に行くっていう判断をしやすいのかもしれない。そうですね。まあね、人口も小さいからっていうのも、動きやすいっていうのも、軽いっていうのもあるかもしれないけれど、まあだけど本当、住みやすいっていうところでは、その、例えば、レストランのオプションでも、絶対、ベジタリアン、ビーガンオプションがね、あったりとか、何にもしてなくても、今日はこれみたいな、簡単に選びやすい電子化ですよ。自然を大切にする人たちだから、自然に近いと、それがどういうふうに変わってきてるかっていうのをやっぱり感じやすいっていうのもありますよね。確かに。ちょっと自分ごととして意識しやすいよね。雪がないみたいな。とか、そうそう。行けないみたいな。そうそうそう。ハイキング行ったらめっちゃゴミ落ちてるから。あれみたいな。ここがサステイナブルだと思う。例をいくつか。はい。教えてください。三つ今日は持ってきたんですけど、一つ目は、ビーガンオプションを、に挑戦する、トライしてみるっていうものなんですけど、やっぱり、あの、北欧にいると、さっきおっしゃったように、レストランとかカフェに行けば、絶対にビーガン、ベジタリアンのオプションがあると。で、それから、この前、あの、娘の保育園の見学みたいのさせてもらった時にも、ビーガンのこうメニューが必ずあったりとか、で、やっぱりこう選択肢がすごく多いんですよね。で、もちろん倫理的だったりとか、あとは宗教的な理由で食べない方もいらっしゃるんですけど、今はその気候危機に対して CO2 排出量を減らしたいからって言って、プラントベーストの食事を選ぶ人がすごい多くなってるなっていうのは、あの、北欧がサステイナブルだなって思う一つの理由ですね。二つ目は、
データから判断して、で、温暖化を受け止めて政策に反映する。今さっきお話ししたこととも一緒なんですけど、例えばそのリサイクルシステム、スーパーでこういう缶とかペットボトルを買った時にデポジットがあると思うんですけど、それの導入は、アルミ缶が1984年から。で、すごいですよね。ペットボトルは1994年から。始まってるんですよ。すごいと思って。ね、それからあと炭素税で CO2 税っていうのがあって、それはガソリンとか灯油とか石油とか、そういう石炭、軽油とかにかかるものなんですけど、それも30年前から導入されてるっていう。だから高いんだ。すごいと思いますね、ガソリン。でも30年前か。すごい早いよね。ね、三つ目は、ラーゴムっていう言葉。前以前使ってましたよね、動画でね。使ってらっしゃいますね。ラーゴムがサステナブル？うん。やっぱりなんかこう、住んでいて、あれもこれもっていう風に、たくさんっていうよりも、まあちょうどいいくらいがいいっていう感覚がすごく皆さんあるなと思っていて、例えば大量生産、大量消費よりも、まあ、なんかちょうどいい自分の量をこう得るような生活スタイルがあるのかなっていう風に。確かに、そう考え。例えば日本行くと、串とか、なんか何かの種類が20種類ぐらいあったりして、こっちは3種類みたいな。なんか、物の種類は少ないけれども、そうそう、シンプル。羨ましいけどね。食べたいってなるけど。だけ確かに。なんか、だけそれだけ作らなくていいわけじゃないですか。余るも、ほとんど少ないかもしれないし。だから確かになって今聞いてた。でもなんか日本もすごいその国際語にもなったもったいないとかね、あとはまあほどほどみたいなそういう感覚すごいあるから、結構日本でもこういうやりすぎないで、うん、まあほどほどにしましょうみたいなのは浸透すればしそうな気がするけどね。で結構日本の歴史とかを見ると、うん、昔はそのサーキュラーというか、うん、あの循環型のコミュニティがたくさんあったので、やっぱり本当にサステナブルなライフスタイルを昔は送ってたんですけど、うん、やっぱりそれがこう、どんどん便利になって、どんどん、選択肢が増えて、どん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 ってなっていくうちに、うん、っていうのもあるんですね。え、それ、昔ってどのぐらい昔？江戸時代とか。ああ、なるほどね。だからやっぱり明治維新とかって、あと戦争、うん、で、戦後のその、高度成長の時に、もう、どんどん贅沢をしたいみたいな、そういう、こう、なんだろう。ギャップじゃなくて、なんていうの結構。変換期？変換期、うん、なんかこう、貧しかったからこそ贅沢をしたいみたいなのが、こう来ちゃったから、うん、大量にみたいになったのかもしれない。うん、まあ、これカットするかわかんないですけど、うん、アメリカに支配されたのもあると思う。うん、そう。完全。ヨーロッパに支配されてたらまた違ったと思う、全然。アメリカも大量消費、ゴミ全然 OK とか、そういう感じ。もっと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 だけれども、うん、本当にそう、ね。なんか、だから、そういうところがあるのかな、うん、だから、向こうだ、昔だったらこういうものだったりとか、なんか洋服の生地からこういうの作ったりとか、うん、ね、なんか赤ちゃんのもの作ったりとかして、ずっとそれを使ってもったいないもったいない。着物もね、どんどんこう、作り直したりとか、やってたし、やっぱり。巾着作ったりとか、ね。本当考えてみたら、スウェーデンなんかより日本の方がそういうの得意っていうのもあるよね。だけど今は、この、その、もったいない精神がちょっと出てきたし、そのセカンドハンドのオプションで、うん、なんだっけ、メルカリとか出てきたし、うん、なんかこれがもうちょっと進んでいきそうですよね。確かにね。確かにね。うん、で、子育てとサステイナブルっていうことで、最近お子様が生まれまして、まあ、サステイナブルな暮らしっていうポイントからなんか考え方が変わったこととかってありますか？そうですね。やっぱり、もともとこう、ライフシフトしたいっていう気持ちはあったんですけど、うん、それがさらにやっぱり強くなったかなっていうふうには思いますね。地球温暖化の温室効果ガスを減らすっていうゼロ、うん、ネットゼロエミッションかな、うん、の目標があると思うんですけど、うん、それぞれの国に。で、2050年が日本で。うん、スウェーデンは5年早い2045年、うん。ゼロにするんだ。そうなんです。うん、で、それが、まあ、自分が、例えばじゃあ、24年後に、56歳になった時よりも、そういうふうにそういう社会を想像するより、自分の今の娘、今年生まれた娘が24歳になる時の社会は、やっぱこういう地球であってほしいなとか、こういうふうにしたいなとかっていう気持ちがどんどんやっぱ強くはなってきましたね。娘がね、やっぱりグレタちゃんぐらい大きくなったりする時に、なんで何もしてくれなかったのって言われるよりは、あ、こういうふうにライフスタイル変えてくれてありがとうって言われたいなっていう気持ちも増しました。なるほどね。うん、確かになんかこう、もうさらにこう自分のことみたいになるよね。そうですね。子供も自分のことだからね。うん、なるほど。うん。というわけで、まあ、今日はそういう、まあ、歩行の様子とかいろいろ話してみたんだけども、うん、まあ、やっぱりね、早いよね。30年前って、うん、ほんと信じられないぐらい早いんだけど。うん、
だからその頃からもデータが出てたってことだよね。そうですね。うん、まあ進んでる。まあだから環境先進国って言われるだけのことはあるなって、うん。そういう背景があるから当たり前に暮らしてても、その、損をしないために暮らせるだけでもちょっとね、サステイナブルになるのはすごい楽かなと思う、うん。あとこうなんか頑張らないでも、そういうふうにチョイスだったり選択肢がやっぱりあって、生活していけるっていうのはすごくいいですよね。確かに、確かに、ね。そのラーゴムなぐらいのサステイナブルがちょうどいいみたいなのがいいですよね。うん、これ、サステイナブルに行けないとって言ったら、これもやらない、あれもやらない、あれもやらないってこうなるんじゃなくて、うん、まあ、そうそうそう。楽しんでできるような、あの、空間がいいですよね。なるほどね。次回は、さらに具体的に、あの、暮らしの中でどうやったらサステナブルにできるかっていうのの具体例っていうのをいろいろ教えてもらいたいと思います。はい。で、あと、ココさんのチャンネルもね、ぜひ覗いてみてください。ちっちゃいチャンネルですが、見に来てください。はい。というわけで、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。毎週北欧の情報をいろいろお届けしてますので、チャンネル登録、いいね、コメント。よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。いいよー。